ちゃん。こんにちは。はい。やったね。ついにやりました。はい、大谷翔平おめでとう。おめでとうございます。ね、104年ぶりの偉業達成ということで。いや、すごいですよね。いや、すごいな。まあ今季4度目になるんだよね。で、3連敗しててさ、なかなかこう勝てなくて、その3連敗の打ち明けの内容とすれば、大谷に対しての援護点というのが約1点ぐらいだったんだよね。なるほど。だからそれでどうやって勝つんだっていうのがさあったんだけど、うん、まあ結局5対0でね、5対0で勝って、はい、この104年ぶりの偉業達成、この偉業達成というのは、はい、まあもちろん皆さんも分かってるように2桁勝利投手としてね、で2桁ホームランを達成したというね、今日歴史的なね、え歴史的な一日になったんだけども、内訳を見ますよ。はい、マウンドに上がって6回まで投げました、はい、で91球4安打5三振3四球ということ。まあゼロは実際内容としては、内容はね、立ち上がり少し力んでたかなということと、ここまでスライダーがすごく多かったんだけども、はい、この91球の割合とすれば、まあ、大体スライダーが半分ぐらい、50% はスライダーだったんだけど、今日は、スプリットが 50% ぐらいで、フォーシームが、20% ぐらいだから、まっすぐはすごく少なかったんだよね。なるほど。で、立ち上がりから三者凡退がなくて、なかなかこうすっきりしたマウンドではなかったと思うんだけども、足に打球が当たるんだよね。そうでしたね、アクシデントありましたね。そうそう、で足を引きずりながらスリーアウト目だったからね、チェンジになって、うん、ベンチに帰るんだけども、まあ少し痛そうでちょっと心配はしたけどもね、まあだけど、まあこういう偉業がかかってる試合だから、まあ出てくるだろうなというふうには思ってたけどね、うん、で打者とすれば3打数2安打1打点1ホームランという、はい、ね、あのベーブ・ルースに、はい、あのベーブ・ルースだからね、本で読んでた。そうですよ、本当に。いや、もう本当にね、伝説に残るような人、この人の記録に並んだというね、まあ、まさしく偉業達成だったんだけども、はい、まあその中で今日は、まあ、三振、5つ取るんだけども、はい、その中に日米通算1000奪三振、はい、これもすごい記録ですよね。いや、早いよね。まあそれとこのホームランというのは、今までイチローのメジャーでのそのホームラン記録に、並んでたんだけども、118本を打って目を打って、通算本塁打もイチローを抜いたというね、何もかも更新みたいな感じですか。いやいや、もう大谷がプレーを続ける時点で、はい、もう記録はついてくるよね。で、松井の記録が178か9だったと思うんだけども、はい、まあ1位の記録ね、日本人メジャーリーガーの、はい、まあそれも簡単に抜いていきそうだもんね。だからすごいよね。で、なんでしょう、はい、まあ、大谷のサイズってわかる？サイズって体のですか？体のサイズ192センチくらいですか？193センチあって、95キロあるんだけども、はい、あの大きな体を日本人が早く動かすっていうことが、やっぱなかなか難しいと思うんだけども、はい、走るのも早いですもんね。走るのめちゃくちゃ早い。だから盗塁も11やってんだよね、今季。そうですよね、うん、だから打って走って守れるという、まあ守れるというか、打って走って投げれるという選手なんだけど、だけどそのまあ例えばバレーボール選手とかバスケットボール選手っていうのは大きいよね。でも大谷ほど早く俊敏に動ける選手っていうのはなかなかいないと思うよ。何が違うんですかね。やっぱ筋肉だね。筋肉の質とか、まあ質もそうだし強さもそうだし、筋肉の収縮する速さ、こういうことももう全然違うんだと思うよね。なるほど。いや、だからこういう投手とか打者で活躍ができるんだというふうに思うよね。だ今日でもね、一塁にボールが飛んだので、ちょっと一瞬ベースカバーが一塁に遅れるんだけども、はい、走ってランナー
ランナーを追い越せなかったもんね。だから内野安打を未然に防いだというね、まあそういうシーンもあったんだけども、はい、やっぱりすごいな。で7回もマウンドに登る予定で、まあ91球だからもう1イニングぐらいいけたかなっていうふうに思うんだけども、まあだけどその監督が制した時にね、まあ大谷はやる気満々でマウンドに向かおうとしてたんだけどもさ、はい、まあ監督が止めて、まあ足に打球が当たったっていうこともね、そうですよね、あったんだと思うけども、はい、まあだけどその制止をしてこれ6回で降りた、うん、あと3イニング、うん、これ心配だったのはエンジェルスの中継ぎ陣なんだよね。うん、よく打たれるからね、頼むよ今日はとか思いながら祈りながら見たよ。1本のホームランも最終打席に、まあ左ピッチャーのスライダーをねライトスタンドに打つんだけども、うん、はい、まあ見ていたら、うん、大谷にそんな失礼な球投げんなよっていうような、まあ甘いボールではあったけどもね。だけどリアル二刀流をもう感じ取れたというね、うん、うん、まあそんな感じなんだけどもね、本当になんかこう今かと待っていた記録を達成するとね、どんなコメントをするのかなと思ってたら、とても謙虚なコメントで大谷選手は。ああ、どんなコメントだったの？なんて言うんだろう、今まあ自分の個人の記録とかそういったことはよくわからないと。あ、まあそうだね、シーズン中だし、うん、シーズン終わった後にどんなシーズンだったかなって振り返ってたらいいというようなことと、あ、まあこの104年ぶりの偉業って言っても、うん、やっぱこう二刀流が少なかったからだみたいなことを言ってるんですけど。そうだね、うん、まあ大体そのベーブ・ルース以来そんなに二刀流っていうのは多分いなかったと思うんだけども、うん、だけどこれだけきっちり二刀流をできる人っていうのは、まあ能力的に高くないとできないし、まあなんか二刀流ができる時点ですごいのと、うん、二刀流で両方でこういった成績を残すっていうことはまずなかなかできることではないですよね。まあそうだね、ただその大谷が言ってるのは、うん、今後こういう二刀流が出てきてね、こういう記録が普通に、ね、なる時が来るかも分かりませんねとは言ってるよね。いや、どうして、まあ多分大谷選手にとってはそんななんか二刀流っていうのは野球をやってきていて当たり前のことなんでしょうかね。まあだと思うよ。だから大谷の移籍の話とかいろいろあったけども、なんていうの、移籍というとかなんとかっていうよりもその野球をすごく楽しんで、なんか中学とか高校とかもうそのままの野球をプロに入っても継続し、なんか楽しんでる感じがするんだよね。そうですよね、うん、だからお金とかなんとかっていうよりも野球ができる環境、そういったものをなんかすごく大事にして、なんかすごく野球にこう集中してるなっていう姿がすごく好感を持てるんだよね。だからそのプロになるとさ、お金がどうであったりだとか、いろんなこういろんなところでいろんなしがらみをなんか周りの大人が作っていくじゃない。でもそうじゃなくて、大谷はなんかこう本当に野球に純粋に集中してこう野球と向き合い合ってんなっていうような感じがするよね。これがもうこの後、今まだ若いですし、うん、この後どういう風になっていくんだろうってすごく楽しみで期待する部分もあるんですけど、あ、俺のね、うん、理想はやっぱこう世界一を取ってほしいね、優勝してほしい。で松井秀喜がいろんな賞賛を受けてんのは、はい、やっぱそういうワールドシリーズかなんかで MVP を取ったことがあるのね。そうですよね、うん、だからエンジェルスって今5位かな、うん、そんであまりプレッシャーもない、優勝のプレッシャーもない。でも大谷にはそういう優勝するプレッシャーを感じながら、うん、またワールドシリーズとかそういうところに出ていって、うん、MVP を取った時に松井を超えるんかなっていうふうに俺は思ってんだよね。なるほど。だからお金はね、その大谷っていうのはあんまり頭にないと思うんだよ。やれば入ってくるもんだっていうふうに思ってるから、はい、だからそこを俺はね、これから、大谷は目指してほしいなっていうふうに思うな。なるほど。
またこれでこの記録がまたねアメリカで出た記録ですけど、大谷選手の人気と、まあ、野球の人気も上っていくことを期待しますよね。まあそうだね。あとはやっぱりこうこれから野球をやる子供たちだとか今やってる子供たちにまあ大きな夢と感動を与えてるし、またその大谷みたいな二刀流というスタイルがねどん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 こう広がっていってほしいなっていう風にね。だからこうやっぱり野球ってバランスよくやってほしいし、投げることも大事、打つことも大事、走ることも大事なんだというね、まあそういう野球を大谷が実践して見せてくれてるから、それを子供たちはなんか目指してほしいなっていうふうに思いました。そうですね、まあなんか、まあ、私たち若い頃というかね、だとやっぱ二刀流っていうのはある時期までしかできなくって、ある時に投手か打者かみたいな選択するのが当たり前だったまあそうだね、この大谷選手の存在がそれをちょっと変えていきそうなこともありそうですよね。まあ変わっていってほしいと思うしね、まあそういう野球を子供たちはどんどん目指してほしいというふうに思った、ね、まあ本当に今日は、8月10日、はいね、日本時間で言えば、はいね、記録的な1日になりました。あのベーブ・ルースに並んだというね、はい、偉業達成の日でした。おめでとうございました、はい。